はい、こんにちは。手持ちの積むすべて紹介するまで終われません。やっていきましょう。続きましてはファイアボールよりドロッセルというキャラなんですが、これはもはや性別がわからないんですけど、まあ多分おさげというんですかね、ツインテールがある時点で多分女の子キャラなんじゃないかなという予想をしております。で、ファイアボールっていう映画、その今までね、こう例えばこの作品は見たことないんですよねとかって言うんですけど、もはやすいませんね、この作品が好きなキャラがいたとしたら申し訳ないんですけど、名前すらわからなかったっていうね。どんな、わおわお、なんか出てきたのがバイオハザード5に出てくる U8 っていうカニと一緒にすなっていう話ですね。失礼しました。でもなんかそんな感じでしたね。うん、あれを出現させて攻撃するなんかガンダムとかみたいな感じなんですか。ガンダムとはまた別か。ガンダムというよりはこれはなんかイメージあっちですかね。残酷な天使の訂正の方ですかね。エヴァー、これ以上は言わない。はい。で、なんだろうな、とりあえず画面が割れるのはちょっと非常にドキッとしますね。今使っているね、機種がね、まあ、相当古いもの、相当でもないか、3年半前かな、に買った機種なので、そろそろちょっと変えなくちゃいけないんですけど、まあ、こう、買ってね、2ヶ月経たずでね、画面がパリンって割れたっていうのもあって、もうこの割れるという演出は非常にドキッとしますね。発射！はい。もう一回くらいちょっとやっときましょうか。行きましょう。パン！すいませんね。もうファイアボールっていう言葉がね、もうもはやマリオしか浮かばなくてね。ねえ、ファイアボールを持ったマリオは無敵な気がしますけどね。最近のマリオはもういろんなこう、アイテムが使えるようになってきたんでね、ファイアボールが一概にも一番強いっていう風には、なかなかあれですけどね。はい。ファイアボールって作品どんなんなんだろうな。ちょっと後でググってみるか。はい。ということで、真ん中の画面を割っちゃう、そんなスキルを持ったツムでございました。ではまた。